燃料ポンプとは、主にエンジンや、ボイラーなどに、液体の燃料を供給するポンプである。自動車に搭載される燃料ポンプには次のようなものがある。一般に、燃料ポンプという場合は、フィードポンプを指すことが多い。初期の自動車用エンジンやオートバイ用エンジンでは、エンジンより高い位置に、燃料タンクを設置し、燃料をキャブレターへと、 自然流化させていたため燃料ポンプは必要なかった。しかしエンジンと燃料タンクが離れている場合やその後に一般的となった燃料タンクがキャブレターより低い位置となる配置の車両では低圧の燃料ポンプが必須となった。また現在では広く用いられるようになった機械式あるいは電子制御式の燃料噴射装置では 高圧式の燃料ポンプを使って燃料供給配管に高い圧力をかけるようになっている。多くの場合、キャブレター仕様の車両は燃料タンクの外に設けられた機械式燃料ポンプを用いるのに対して燃料噴射装置仕様の車両は燃料タンクの内部に収められた電気式燃料ポンプを使用する。近年のガソリンエンジンの場合には 燃料タンク内に燃料搬出用の低圧燃料ポンプ、燃料タンク外にインジェクターに燃料を供給する高圧ポンプを配置して二重構成とする場合もある。ディーゼルエンジンの場合には構造上高い圧力の燃料ポンプが必須となるため、噴射ポンプと呼ばれる機械駆動式の高圧燃料ポンプが冷明機から用いられており、燃料タンクから 噴射ポンプへ燃料を供給するプライミングポンプも一体化されていた。コモンレール式ではガソリンエンジンのようなソレノイドインジェクターを電子制御する方法となり、ポンプは燃料噴射機能のない燃料を高圧で供給するのみのサプライポンプとなった。シリンダーヘッドに取り付けられた機械式燃料ポンプ電子制御式燃料噴射装置が普及する以前のキャブレターを 使用した車両には燃料タンクから燃料をキャブレターのフロート室に供給するための機械式燃料ポンプが用いられていた。機械式燃料ポンプはエンジン回転によって動作するダイアフラムポンプであった。ダイアフラム式ポンプの内部には外部からの動力で往復運動する革や合成ゴム膜などのダイアフラムが内蔵されており、 燃料を一方向へ流すための逆止め弁がポンプの出入り口に設けられている。最も一般的な構成のダイアフラム式燃料ポンプはカムシャフトを利用するもので、オフの場合はシリンダーブロック側面に取り付けられ、ダイアフラムに接するロッカーアームをカムで駆動し、OHC の場合にはシリンダーヘッドに取り付けられ、エキセントリックシャフトを介して、 ポンプのプッシュロッドに伝える。ダイヤフラムはこれらの外力によって押し上げられ、ポンプ内部のダイヤフラムスプリングによって押し戻される。この動きを繰り返すことで燃料の搬送を行うので、ある。キャブレター内部に送り込まれた燃料は、フロート室の内部のフロートを浮き上がらせ、一定の容量に達するとフロートバルブが閉鎖される。この時、燃料ポンプから送り出された燃料は、 フロートバルブによって、行き場を失うため、ダイヤフラム内部の内圧は上昇し、一定以上の圧力になると、リターン弁が開かれる。そして燃料は、リターンパイプを通って、燃料タンクに戻されることになる。しかし、こうしたキャブレター用燃料ポンプは、キャブレターのフロートバルブを押し戻さない程度の圧力でしか動作しないため、エンジンの熱で、 ポンプ本体や配管が熱せられると燃料が沸騰して燃料ポンプ内部に気泡が入ると十分に燃料の圧送が行えなくなる。その結果燃料の供給量が不足してパワー不足やエンジストールに至ることがある。またダイアフラム式ポンプは構造上ダイアフラムから燃料が漏れてしまうとシリンダーブロックや シリンダーヘッド内部に燃料が流出して、エンジンオイルを希釈してしまう恐れがある。また、元々弱い圧力でしか燃料を吸入しないため、漏れがごくわずかな場合であっても、エンジンを作動させずに長く放置した場合には、ポンプ内部や燃料配管内に気泡が滞留してしまい、再始動の際に燃料がなかなか送られないトラブルも、発生しやすい。 機械駆動方式のダイヤフラム式ポンプでは、エンジンの駆動力を使用するため常に一定の馬力損失が生じる欠点もあり、キャブレター仕様のエンジンでも、電動式の燃料ポンプに置き換えられたものが存在した。ダイヤフラム式燃料ポンプの中には、インテークマニホールドから発生する負圧を用いて動作するものも存在する。燃料と質量は、 機械駆動方式に比べて少ないが、構造が単純で小型化が可能であり、なおかつポンプを駆動する際の馬力損失も発生しないことから、主に消排器量のオートバイやスクーター用の燃料ポンプとして用いられる。アウトタンク型燃料噴射装置が登場した当初は、ディーゼルエンジンの燃料噴射ポンプを模した構造の機械式燃料噴射装置が用いられた。 この燃料ポンプはインジェクターでの噴射を行うため、ダイアフラム式ポンプよりも高い40から60、プシー程度の圧力を発生するように設計されていた。ポンプの突出圧が増える分エンジン側の馬力損失は、さらに増えることとなったため、比較的早い段階で、工術の電子制御、ソレノイドインジェクターと、電動式燃料ポンプの組み合わせに置き換えられて、いくことになった。 アウトタンク型ピストン式電動燃料ポンプこの時代の電動式燃料ポンプは燃料タンクの外側に配置されるアウトタンク型である。工術のインタンク型に比べて交換や点検が容易な反面、ポンプの動作により発生する騒音やポンプ自身の発熱を燃料で吸収できない欠点がある。また、配管の強度や電源系統に最新の注意を払って、 思考を行わなければ、万が一燃料配管が破断した場合に燃料が吐き出され続けて、車両火災が発生するリスクもある。このような電動式燃料ポンプは、多くの場合、機械制御式のフューエルレギュレータによる、燃圧制御が行われる。フューエルレギュレータは、圧力解放弁であり、燃料ポンプからの圧力が、規定圧力以上に達した場合に改弁し、 余剰圧力分の燃料を直接燃料タンクに送り返すリターンパイプを備えている。燃料はフューエルレギュレーターにより一定の燃圧が保たれた状態でインジェクターに送り込まれ駅からの海弁信号によりシリンダーに燃料が噴射される。フューエルレギュレーターを不要意に他車種のものに交換すると設定燃圧が変化し燃圧が低い場合には空燃費が薄くなり、 逆に高い場合には、空燃比が濃くなる。また、交換した燃料ポンプの設定と質量に対して、リターン配管の小道が細すぎる場合には、フューエルレギュレータが改弁しても、十分に燃料が変装されず、結果的に、フューエルレギュレータの設定圧力よりも燃圧が上がった状態のまま噴射が行われてしまうため、空燃比が濃くなる原因にもなる。インタンク型、 インタンク型電動燃料ポンプ近代的な電子、制御式燃料噴射装置を搭載した自動車においては、インタンク型電動燃料ポンプが燃料タンク内部に燃料フィルターや燃料系を作動させるフロートセンダーアッシーとともに収められている。前述の機械式燃料噴射装置のポンプと比べ、インタンク型にはポンプから発生する熱を、 タンク内の燃料で冷却できる利点が存在する。そのため、機械的な寿命は、アウトタンク型燃料ポンプと比較して長い傾向がある。しかし、燃料の中に、電気式のポンプを沈める、関係上、万が一の場合には、燃料ポンプに起因する、車両火災が発生するリスクは依然として残されている。一般的には、 インタンク式燃料ポンプが配置される燃料タンクには燃料の蒸気圧がタンクの強度限界を超えないようにベーパーコレクターと呼ばれる燃料を蒸散防止装置が設けられている。ポンプはコントロールユニットなど PWM によるポンプの圧力制御が行われていて燃料配管内部の燃圧は常に一定に保たれ燃料の配管内での沸騰や電力の余計な消費が抑えられる。 流量制御制度の向上により、リターンパイプも廃止されつつある。ただし、高温下ではベーパーによって燃料供給が正確に行われない場合もある。なお、近年の電子制御式燃料噴射装置のエンジンコントロールユニットでは、電動式燃料ポンプの動作も制御するものが一般的となっており、燃料配管の破断に起因する燃圧の急降下や、 交通事故などにより、車体に設けられた管制スイッチや作動したり、加速度センサが異常値を喪失すると即座に燃料ポンプを停止する機構が搭載されていることも多い。機械式燃料ポンプの場合には馬力損失を抑えるため、インライン型の電動式燃料ポンプに交換して安定した燃料供給を図る改造が行われることが多い。また、 電動式燃料ポンプも、経年で内部の損耗が進み、突出圧が次第に落ちてくる傾向がある。突出圧が低下すると、インジェクターの噴射量が減少して、エンジン性能が低下する場合があるため、インタンク型、アウトタンク型ともに、定期的な交換が必要となる。この場合は、燃料配管に圧力計を接続し、規定圧力が発生しない場合には、 燃料ポンプの不良、規定圧力より大幅に高い圧力が検出される際には、フューエルレギュレータの不良と判断して、両方をセットで燃料フィルターと共に交換することになる。ターボチャージャーやスーパーチャージャーなどの下級機を搭載するエンジンの場合には、燃料ポンプやフューエルレギュレータの不良により、燃圧が安定しないと、フルブーストの際に、 燃料供給量が不足して最悪の場合にはエンジンブローなどの重大なトラブルが発生する恐れがあるため自然吸気エンジンよりもよりシビアな管理が必要ともなるそのためブーストアップや下吸気交換などの大きなターボチュームを施した場合にはより大容量の燃料ポンプに交換する必要に迫られることもあるアウトタンク型ポンプの場合には 社外品を利用して強化を図ることが比較的容易であるが、インタンク型の場合には燃料ポンプユニットを分解してポンプ本体のみを交換したり、同一メーカーの大廃棄業者から燃料ポンプユニットを流用して対処する場合もある。ダイヤフラム式ポンプの性能がまだ十分でなかった戦前の車種などではプライミングポンプと呼ばれる。 指導用の手動式燃料ポンプが備え付けられている場合がある。指導の際にはまず、プライミングポンプを操作して、キャブレターに燃料を送った後に指導を行う。エンジンが回転を始めた後の燃料搬送は、ダイアフラム式ポンプにより行われるが、何らかの理由により、燃料が十分に送られなくなった場合には、 エンジン回転中でもプライミングポンプを操作して燃料を強制的に送る光景が主に映画やアニメなどのレシプロ航空機の描写で時折見られる。プライミングポンプは定期的に燃料フィルターからの水抜き作業を行う必要のあるディーゼルエンジンにも搭載されている場合がある。普段はプライミングポンプを操作する必要はほとんどないが フィルター水抜き作業やフィルター交換を行った場合やガスケでエンストが発生した後に軽油を給油した場合燃料配管にエアが噛んで噴射ポンプが十分に燃料を吸い出せない場合があるためプライミングポンプを操作して手動で燃料フィルターや噴射ポンプまで燃料を送った後に手動操作を行う航空機用のジェットエンジンへは延伸式やギア式のポンプで ジェット燃料を供給するものが多く、電動、油圧、ジェットエンジン回転軸からの分岐による駆動方式がある。航空機では燃料タンクからエンジンへの燃料供給だけでなく、燃料消費に伴う機体バランス変化の調整のためのタンク間で燃料の移動や、緊急時の空中燃料投機などのためにも燃料ポンプが使用される。 液体燃料式のロケットエンジンでは燃料と酸化剤という2種の液体を燃焼室内に供給するいくつかの方式がある燃料の供給用に専用のガス発生装置を備えて燃料タンク内を直接加圧するガス加圧供給式という形式では燃料ポンプを必要としないが燃焼圧力を下げる必要があるためだか出力エンジンは望めない 燃料の供給圧を高めてエンジンの高性能化するためターボポンプ式の燃料ポンプが用いられる。ターボポンプを使用する方式には3つある。一つは燃料と酸化剤の一部を液体燃料加圧系専用の燃焼室で燃焼させてその時発生する高圧ガスによりターボポンプを駆動して2種の液体を燃焼室内へ圧送するガス発生サイクルである。 ターボポンプを駆動した燃焼ガスはロケット外に排出される。二つ目は、ノズル部を冷却した水素ガスの膨張を利用してターボポンプを駆動するエキスパンダサイクルである。ターボポンプを駆動した水素ガスは燃焼室に送られる。最も高い圧力が得られるのが三つ目の二段燃焼サイクルである。二段燃焼サイクルでは、ノズル部を冷却した水素ガスと 液体酸素の一部を予備燃焼室内に送り込んで燃焼させその時発生する高圧ガスによりターボポンプを駆動するとともに予備燃焼した水素ガスリッチなガスを燃焼室内に送り残りの液体酸素もこれに加えてすべての液体推進剤を推進力として利用するものである火力発電プラントでは燃料ポンプによって燃料である石油類などを 燃焼炉内へ供給している。比較的新しい石炭火力発電プラントの技術としては、石炭を水と混合して液体状とし、燃料ポンプにより燃焼炉へ供給するスラリー方式がある。エネルギー効率の点では、粉体まで破砕して空気流に乗せて供給するブロアー式の燃料供給系の方が優れている。石油ファンヒーターでは、 電動式の燃料ポンプによって灯油を燃焼バーナーへ供給している。ありがとうございます。